セーフレイヤテレサさんなりの考えがあるのかもしれませんが、私には向いていません。12歳の時のあの任務は、今でも昨日のことのように覚えています。一週間頑張りましたね。きっとあなたも成長したのでしょう。使命を果たすためにもっと強くなりたいし、強くならなければいけません。 家庭はさほど重要ではありません。この世界は結果が大事なんです。ビアンカ <laughs> その名で呼んでくるとは思いませんでした。懐かしいです。セーフレイヤーテレサさんなりの考えがあるのかもしれませんが、私には向いていません。暑さにやられたら戦えなくなります。適度に休みましょう。 家庭はさほど重要ではありません。この世界は結果が大事なんです。12歳の時のあの任務は、今でも。 本部が作った服の性能は安心できます。これを着て戦いましょう。服が華やかすぎると戦う時に邪魔ですからね。うん、これならいいでしょう。できることはひとまず試しましょう。出ないと意味がありませんから。 ビアンカ <laughs> その名で呼んでくるとは思いませんでした懐かしいです毎日殲滅任務ばかりではありませんこれを着ないといけませんかその目は何ですかどこか変ですか デュランダル指示をくださいうん悪くないです案外服を選ぶセンスがありますねこの服は私のお気に入りです普段からあなたが一緒だといつもすぐ任務をクリアできます <laughs> あなたの指揮力を気に入っています